夢叶えるプロジェクトとは、ミュージシャン、作曲家、ダンサー、クリエイターなど夢を叶えたい人と、 YouTuber、サポーターなど夢を応援したい人が集まり、発信し交流し応援し合う社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべく応援していくのがこの番組。先生の夢かなラジオ。こんばんは、ターナーこと田中直人です。全国のコミュニティ FM を結んでお送りするターナー先生の夢かなラジオ。この番組はボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーと、夢叶えるで夢を叶えるために頑張っている素敵な仲間たちでお届けする、みんなの夢を応援し交流する社会貢献ラジオです。今日も始まりました。そして本日はこの方と一緒にお送りしていきます。皆さんこんばんは、夢叶える事務局の南です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。南さん、なんとラジオに出れるっていう企画が夢叶で始まってるらしいですね。そうですね、なんとラジオ出演のチャンスがということなんですけれども、はい、夢叶えるプロジェクトにアーティスト登録をしていただくと、うんうん、で夢叶えるのホームページ内にですね、このターナー先生の夢叶ラジオのページもあるんですけれども、はい、その中にラジオ出演者の募集フォーム、うんうんうん、応募フォームもあるので、うん、そうですね、ぜひぜひこの夢叶アーティストになっていただいて、はい、た上でそのフォームを送信していただくと、もしかしたらラジオに出られるかもしれない。すごい、はい、すごいですね。夢のラジオ番組、この番組に出ていただけるということですよね。そうですね、はい、こちらにお越しいただいて、いろんなお話をお聞きしたいなと、皆様の声を聞きたいなと思っておりますので。やっぱり条件としてはあれですかね、オリジナル曲が2曲ぐらいないと厳しいですかね。そうですね、と放送2曲させていただけるので、オリジナル曲2曲以上ある方にご応募いただけると嬉しいなと思います。僕は1曲しかないよっていう人はどうですか。頑張って作っていただいて、あとあのインストールメンタルでも、うん、あの歌詞なしの曲ももちろんあのコンテストにもご応募いただいて賞受賞されたりもしてるので、うんうん、全然ジャンルとかは問わずなので、楽器演奏でもいいし、はいはい、おー、ラジオ出たい方はぜひ皆さんご応募いただけたらと思います。詳細は夢叶える公式ホームページや SNS をチェックしてください。さあ、この後は夢叶えるで夢を叶えるために頑張っている素敵な仲間を紹介します。今日はどんなアーティストが登場するんでしょうか。お楽しみに。ターナー先生の夢叶ラジオ。ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているターナー先生の夢叶ラジオ。今週は夢叶える事務局の南さんと一緒にお送りしています。改めてよろしくお願いします。さあ、今週も夢叶えるの素敵な仲間、夢叶えるフレンズに登場してもらいましょう。この方です。皆さんこんばんは、ミューフィルムのケイトです。皆さんこんばんは、ミューフィルムのケンピーです。よろしくお願いします。いや、ケイトさん、ケンピーさんはですね、ケファイドという前のバンドですかね、であの夢叶えるご応募いただいたんですが、今回新しいバンドになったということでいいんですよね。はい、はい、このミューフィルムの方々なんですけど、ケファイドというお名前の時に夢叶えるミュージックビデオコンテストボリューム4にご応募くださいまして、そこで見事学生のシルバー賞を受賞されました。素晴らしい、素晴らしい、第2位ですよ、シルバー賞。すごい、学生ですもんね。ちょっとその受賞曲聴いていただきたいと思います。曲紹介の方お願いできますでしょうか。それでは聴いてください。ケファイドで愛のさえずりです。着飾りをしたままの姫君、今宵の月も可憐に舞い始める。刹那の向こうから訪ねる魔法の夜、ささゆがに踊りましょう。
届けしましたのはケファイドで愛のさえずりでした。みなみちゃんどうですか？いやなんかこれ本当に音も映像もと言いますか、結構見たら印象に残る感じだなってコンテスト中も思ってたんですけど、なんか感想が急に音の感じが変わるじゃないですか、はい、そう、あそこもすごいなんかいい感じに気にならせるなって思うし、歌詞も強依存と強依存をなんかかけてたりして、なんかちゃんとこだわられてるんだなって思いました。で映像もこうアンニュイで今の若者っぽいイラストみたいな感じだと思ったんですけど、そちらもあのご自身で作られてるんでしょうか？はい、あのボーカルのさえという女の子がイラストと映像全部一人で作って、あ、そうなんです、はい、もうなんかもう3日ぐらい徹夜で作って体調悪くなったので、どうしようみたいな感じのことを言ってたの、そうなんですね、今でもよく覚えてますわー、じゃあその大変な苦労の上に出来上がった曲、はい、彼女、ね、彼女が MVP ですよね、曲はそうですね、一番頑張ってくれました。いやすごい。あと最後のクレジットに先生って書いてあるの気になったんですけどあれは先生はあの、はい、もう一人の実はギターの弾いてくれてるメンバーで、はいはい、まあ、サポートメンバーみたいな感じの近いんですけど、うん、まあ、今回ちょっとギターをこの曲では使ってないので、あーなるほどなるほど、どうするってなって、とりあえずじゃあ先生指導してくれたから先生にしとくかみたいなあ、そういう意味だったんです ね、 そうですね、すごい、なんかなかなかクレジットに先生で見ることないのでちょっと気になってしまいましたちょっとふざけちゃいましたねそこだけいやいや素敵だと思います。さあ今週はミューフィルムのケイトさんとケンピーさんをゲストにお招きしています。まあ、このミューフィルムですね、ケファイドから進化してのミューフィルムだと思うんですけど、どのようなバンドか教えていただけますか？はい、そうですね、この愛のさえずりはですね、ボーカルが女の子が歌ってるんですけれども、はい、その子はもう体調不良になってしまいまして、うんうんうん、はい、それでできなくなってしまったということで、新しくですね、ボーカルの男性の方をお迎えして、まあ、それと同時にまあ、ケファイドからミューフィルムに変わったという感じですね。なるほど、はい、そしたらケイトさんとケンピーさんを含めたバンドのメンバーの紹介もお願いします。はい、私はですね、ケンピーと言いまして、担当はピアノキーボードですね。で曲を作る際には編曲であったりと作曲を担当しています。あの自分ケイトはあの作詞作曲とちょっとギターとたまにちょっと歌ったりしてますで、あの先ほど申したあのサヤという女の子がもともとボーカルやっていただいて、あと彼女も作詞だったりとか、イラストを描いてくれたりとか、動画編集の方今も頑張ってくれてます。あと彼女の家でいつもレコーディングしてるので機材とかも揃えていただいて、はい、感謝ですよね。はい、とても感謝してます。で今ミューフィルムのボーカルやってくれてるのがあの自分の大学の友人なんですけど、ケイスケという子で、すごくめっちゃ歌うまいなと思ってカラオケ聴いて、もうこいつ連れてくるしかないと思って、もう代わりはこいつしかいないと思って、もう無理やり引っ張ってきてめちゃくちゃお願いしてやってもらってます。じゃあ今メンバーは4名ってことですかねミューフィルムの。はい、そうですね、4名でやってるということで、あとあの先生がいますあ、先生一応先生改めて説明していただいていいですか？先生あのロックの音楽をちょっと自分たちでも2曲ぐらい作ったんですけど、その時にギター弾いてもらって、あとは彼も動画編集がすごい上手いので、そういうところで協力してもらってます。まあ今いろいろ聞けたとは思うんですけど、改めてそのどのように結成された、まずお二人のこともそうなんですけど、このミューフィルムの結成の秘話というか教えていただいていいですか？はい、そうですね、今から 3,4 年前ぐらいにあのコロナがちょうど流行ったじゃないですか、うんうん、その時にですね、なかなか外に行けずに、なんか面白いことないかなと、まあ、思っているところにですね、うん、ケイトさんから、うん、お声をいただいて、一緒に曲作んねえかというふうに言われてですね、うん、そこからの、まあ、しばらくは2人で一緒に曲を作ったりと、もうわちゃわちゃと一緒に今楽しんでおりました、はい、なんですけれども、やはり初心者だったので2人ともちょっと限界があるなと、うんうん、いうふうに感じたので、その千秋の同級生の、まあ、先ほど紹介したセアと、あと、うん、まあ、先生に、声をかけてですね、一緒に曲作んねえかっていう風に声をかけてですね、うん、で言ってトケファイドが、誕生しましたね。はい、そして今ミューフィルムになっていると。はい、はい、普段どんな活動されてるんですか？そうですね、普段は、まあ、実際みんなで集まって
集まるっていう活動は月に1回ぐらいですかね。そうですね、うん、ちょうど明日ですね、はい、そうですね明日集まるんですけど月にそうですね1回ぐらい集まって、その他はですね、個人個人でできる、まあ、担当ですね。例えば私だったら編曲とかと、声の編集にあたるミキシングという作業でしたり、うん、あとはケイトさんは、まあ、作詞作曲であったり、そうですね、さん付け怖い人なんだね。すいません。はい。ケイトさん怖い人なんですね。ちょっと怖いです怒ったら。俺が厳しくやらないとみんな緩んじゃうんで、そこだけしっかり二次締めてやってます。さすがケイトさん。はい。なのでまあ個人個人でできることをまあ各自でやってるという感じになりますね。はい、結成からこれまでを振り返って何か、こんなことがあったとかエピソードとかありますか？そうですね、でもやっぱり自分たちで最初サイが歌ってくれて曲が完成した時は本当に嬉しくて、で彼女がちょっと歌えないって言った時はもうすごい悲しくてでもミューフィルムとしてまた活動が始まって、で初めてその時にサブスクリプションで配信が決まった時はいやもうすごく感慨深かったですね、うんうん、でさらにこの夢かなコンテストで学生部門のシルバー賞もいただいて、すごいまた頑張ろうっていう気持ちになりました。いや素敵な話ですね。そんなミューフィルムですが、夢叶えるプロジェクトについてはどのように知ったんでしょうか？やっぱその自分たちの曲をどうやっていろんな人に聞いてもらうかってずっと考えてた時に Google さんが教えてくれて、夢叶えるプロジェクトがあるよって上に出てきてありがたい、 Google さんありがとうございます。でも自分たちも本当にそういうの応募したことなかったので、すごい自信なかったんですけど応募してちょっと再生数が出てて、あえみたいな、うん、えマジって言ったらお餅が出てきたんですよ。お餅がブワンってそうですよね、いきなりましたからね、めっちゃいい曲作るやんみたいなお餅めっちゃいいやんですよ、もうすごいなって思いました。ね、ちなみに知り合いではない、知り合いではないんですけど、ちょっと同じ学生同士でちょっと終わった後に DM を送らせていただいて、ね、あそうなんですね、はい、ちょっとだけやり取りさせていただきました。あそうなんですね、関わりが素晴らしい、すごいなって思いましたね、うん、ちょっと俺らじゃあ、うん、あそこまでね、そうだね、お餅はすごかったこれから食えない、お餅食えないって言って南さん、お餅さんはリスナーの人もしかして知らない人もいるかもしれないんで紹介していただいてもいいですか？そうですね、お餅さんっていう方がケファイドさんが、応募されたミュージックビデオコンテストボリューム4に、うん、その方も応募されてて学生のゴールド賞を受賞された方ですね、はい、なのであと一歩というところだったっていうね。じゃあライバルなんです ね、ライバルですね、もうライバルです。で DM は送り合ってなんか仲良くなったんですか？いやでも結構話しましたね、なんか自分たちより年が下だったっていうのに驚いたんですけど、うん、世界観がやっぱすごくして、うん、学びましたね。おもちさんも以前あれですね、このラジオに出演いただいてて、うんうん、聞きました。あ本当ですか？あ聞いたんですか？聞きましたよ。さすが。じゃあラジオはおもちさんに勝たないとね。いやどうですか今のところは。勝ってますかね。どうかな、もう全部編集しそうな感じですけど今のところは。そしたらですね、夢叶えるプロジェクト、今ね夢叶えるプロジェクトライバルができたりとかいろんな人と出会えたりすると思うんですけど、登録してみて何か変化とかありました？登録してみて分かったんですけど、やはりいろんな学生方であったり社会人の方が、まあ、動画だったりミュージックビデオを投稿していたので、あこんなにやっぱ夢に向かって突き進んでる人がいるんだなっていうのを感じて、私たちもモチベーションがすごく上がりましたし、そう仲間が増えたといいますか、うんうん、こんなに頑張ってる人がいるなら俺たちも頑張ってやろうっていう、そのやっぱり気持ちにすごく変化ありましたね、うん、いや素晴らしい。南さん、はい、ミューフィルムに聞きたいことはありますでしょうか？そうですね、もともと中学の同級生で、でも新しい僕の方は大学のつながりってことだったんですけど、うん、その中学時代からみんなこう音楽やりたいみたいな、みんなでいつかやろうぜみたいなのはあったんですか？ないよね、なかったですね。全然ないですね。あ、そうなんですね、はい、その後それぞれで音楽を始めてみたいな。そうですね、うん、そうなんですね。でもなんかすごいですよね、それでこう同級生地元の人たちで集まってまたできるっていうのは、はい、まあなんか青春と、うん
なんか本当にいろいろみんなその持ってる能力が違くて、ここで集まって、いやなんかもうすごい縁を感じて、そうですよね、やろうぜみたいな、やるしかなくないって感じたもん、ね、いやなんか羨ましいですね、すごいいいなと思います。はい、そんなミューフィルムさんの曲をちょっと聴いてみたいと思うんですが、何か一曲ご紹介いただいてもいいですか。はい、このミューフィルムの蝶という曲を皆さんに聴いていただきたいんですけど、この曲は説明して大丈夫ですかね。あ、すみません、この曲はあの彼が、あのケイスケ君があの歌うってなった時にどういう曲が合うのかなって考えた中で、すごい彼の低い声とリズミカルなすごくいい感性を持っているので、それが響くような曲にしたいと思って作りました。それでは聴いてください。ミューフィルムで蝶。時代の人、自信のないことは全て手に任せ、それもきっと一つの愛、揺れ線に乗ってどこまで行くの、空は今日も雨模様、夜の静けさの後に待ってるのは甘ったるい出会い、泣いてるよ泣いてる君はきっとライラー、不条理な笑みは音に飲まれてく、優しく言って傷をつけないで、続きは夢の二人にだけ、愛を殺してどうでもいいのかしら、見えない呪縛を噛みちぎって、全てきっとずっと蝶が舞うようにそっと絡まったまま泣いてて、無味の水はバッととってもいい愛はカット、蝶が羽ばたくようにバッと開花を待ちましょう、華やいでる君はやっぱライア、不条理な闇は涙で溶けてく、やっと長い夜の夢は覚めて、見えない未来に向かってくの、ああ君の手をやっともう全てきっとずっと愛を抱くようにぎゅっと絡まったまま泣いてて、ああ君の手をやっともう全てきっとずっと蝶が舞うようにそっと絡まったまま泣いてて、ああ海の水へバッとどうでもいい愛はカット、蝶が羽ばたくようにバッと開花を待ちましょう、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 お届けしましたのはミューフィルム蝶でした。いやー、みなみちゃんどうですか。いや、めっちゃかっこいいですよね、本当に。ありがとうございます。はい、ね、見かけに合わず、見かけにあってかっこいいって感じですかね。見かけにあってかっこいいですね。いや、なんか女の子は惚れ惚れ。いや本当に新しいボーカルのケイスケさん、ケイスケです。ケイスケさん、なんかこう低音なんだけど透き通る響く声っていうか、なんか本当にいい声で、なんかちょっとだるそうに歌うけどすがすがしいみたいな、でこの声で蝶を歌われるとなんか本当に蝶の形とか質感が浮かび上がってくるみたいな、なんかそんな感覚になって、すごい説得力があるなと思います。なんかケイトさんがこのお声をこうカラオケで聞かれて、でそこからオファーして、でこの曲を作られた。そうです、出てるじゃないですか。なんか本当に合う曲をなんか見事に作られてて、めっちゃ嬉しい。いや本当になんかもうずっと聴いてたいですもん。いや、なんか天才ですよねこれね。天才ですね、うん、
うん、これは相当すごい作家ですね。いやでも彼のこのケンピーの力があって編曲されてるわけなんで、あ編曲も本当かっこいいしね、なんかバランスがいいですよね、うん、音数少ないんだけどすごいもう心地いいというか本当素晴らしいんですけど、このミューヒルムさんはそのケファイドさんがまず女性ボーカルだったのがミューヒルム男性ボーカルに変わって何かこう何ですかね、方向性とかなんか違いみたいなのありますか、作家として。そうですね、今までやっぱその女性がボーカルやっててできなかった、うん、そのバンド調っていうんですかね、ロックの3ピースバンドだったりとか、うんうんうん、そういう感じの曲にはトライなかなかできなかったんですけど、あのケイスケが歌うことによって、はい、そういうのにも挑戦していけることになって、うんうん、そしたらそっちの方で書きたいなと思う歌詞が自分の中にいろいろ出てきて、そのケイスケが歌うことによって幅も広がりますし、さやももし復帰してくれたら、うんうん、2人で、ね、歌ってくれたら本当にさらに彩りもつくし、デュエット曲とかやりたいよね。やりたいですね。いいですね。ちなみに作詞作曲はもう全部お一人でやられてるんですか。あ、いや一緒にやってると思います。この蝶っていう曲に関しては自分があのやったんですけど、愛のさえずりに時はそのさやと一緒に2人で歌詞書いて、曲は自分がやったりします、うんうんうん、みんなできるんで、なんかおのおのやりたい人がやるみたいな立候補制な感じがちょっと近いです、ちょっとコライトっていうか、みんなでこう盛り上げ、例えばサビはみんなで作ったりとかそういうこともするんですか。そういうことはないんですか。あ、全然します、します、みんなで、曲何曲ぐらいあるんですか、オリジナル曲は。ケファイドで7曲、ミューヒルムで7曲ぐらいですね。おお、すごい、結構ありますね。これあのどこかで聴ける場所とかあるんですか。はい、あの YouTube チャンネルもあるんですけど、ミューフィルムに関してはサブスクリプションでも配信させていただいているので。7曲とも。そうですね、はい、はい、すごい精力的ですね、すごい。そうしましたらここでこの番組の恒例の質問をさせてください。ミューフィルムが今後叶えたい夢は何でしょうか。はい、アニメの主題歌です。おお、それはなぜでしょう。いやもう僕とケンピーがめちゃくちゃアニメ好きだからです初めて本当に2人で会話したのがもうアニメの内容でいろいろ教えてくれて、いつかやりたいねってずっと話してて、そうだね。南さん、夢叶える準備曲としてエールをお願いします。はい、まあ、応募してくださった時はケファイドさんだったんですけど、まあ、そこから新しく生まれ変わったミューフィルムさん、なんかもうこれからね頑張っていきたいみたいな、もうライバルもできてみたいなお話もしてくださいましたし、夢もアニメの主題歌っていう、なんかこうもともと自分たちの好きだったものにね自分たちの音楽が乗ったらもう本当になんかすっごい感覚になりそうだなっていうのを、なんかもう夢聞いただけでこっちもワクワクしてしまったので、はい、なんかもうこれからぜひぜひあの応援していきたいので本当に期待していますので頑張ってください。頑張ります。頑張ります。ありがとうございます。そろそろお別れのお時間となってしまいましたが、最後にお知らせしておきたいことはありますか。はい、私たちミューフィルマーですね、9月3日に最新曲思い出という曲をリリースいたしましたので、ぜひお聴きください。はい、他にはどうですか、 SNS とかはどうですか。 YouTube の方をやってるのでそちらの方からも聴けるので、ちょっとお時間ある際に聴いていただけたら嬉しいです。これはカタカナでミューフィルムで出ますかね。信じてます出ると思いますミューフィルムはいなかったです多分アルファベットで MIEUX、 ちょっと難しいんですよね、スペースで FILM 難しいですね、さやが考えたんです MIEUXFILM と打てば出ますかね。はい、出ますはい、そんなミューフィルム今後の活躍を期待しています。ということで今週の夢叶えるフレンズはミューフィルムのケイトさんとケンピーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございまし ました。これからも頑張ってください。頑張ります。頑張ります。ハーナー先生の夢かなラジオ。ジャンピンマイカー連れて行くよ、ひたすらに走ろうか、はしゃぎながら歌いながら It's gonna be a good day today。ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているターナー先生の夢叶ラジオ。
ラストは夢叶えるミュージックビデオコンテストボリューム4で阿部淳賞アンドロップ賞のダブル受賞を果たしたシュビドゥビジギーのキッドを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ターナー先生で Google 検索して SNS たくさんやっております。ぜひ皆さんフォローお願いいたします。そして夢叶テレビがむしゃら応援団シーズン2が夢叶える公式 YouTube で全話配信されています。この番組では夢叶えるに登録しているバンドやアーティストの特集、ライブイベント、夢叶えるミュージックビデオコンテストの裏側の模様が見られます。番組 MC は元 AKB48 の松井咲子さんが務めてくれています。アーティスト活動に興味がある方も、アーティストをサポートしたいと思ってくださるサポーターの皆様にもぜひぜひ見ていただきたい番組となっております。詳細は夢叶える公式ホームページや SNS をチェックしてください。さあ、夢叶えるプロジェクトでは夢を叶えたい人と夢を応援したい人が集まり、発信し応援し合うプロジェクトです。あなたもぜひ参加してください。この時間のお相手はボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団ターナーと夢叶える事務局の南でした。また来週、さよなら。しそうな方を選べばいい。忘れないで、怖くないよ、一人ではないからさ。ふざけながら語らいながら、この日を Good day today、 Oh開いて、yeah. 怖くはない。